こんにちは、荻部チキです。さまざまなテーマについて話していくチキズトーク、今日も校則の問題について考えていきたいと思います。私は現在38歳なんですけれども、今の小中高、さまざまな若者たちの置かれている校則の実態、そういったものを調べていて驚いたことがあります。実は私が小学生ぐらいだった1980年代というのは管理教育が厳しい時代というふうに言われていたんですね。その時は例えば女の子はおかっぱ、男の子は丸坊主、そうしたような髪型を強制されるような、そうしたような時代だったんです。でその頃からいろいろ裁判なども起きまして、現在に至るまで校則だんだん改善してるのかなというふうに思っていたんですけれども、調べてみたらまあびっくり、むしろ私たちが小学校中学校高校生だった時代よりも今の10代の方が校則が厳しくなってるんですね。例えばこういった本、ブラック校則というタイトルの本を私書きまして、この中で行ったさまざまな調査のデータというものを紹介しています。いくつか紹介しましょうか。例えば30代の私と10代の皆さん、その校則について比べてみますね。そうしますと、例えば私の頃スカートの長さが決められている 27.5% だったんです。ところが現在の10代はスカートの長さが決められている 48.1% 増えてるんですね。それから髪型が細かく指定されている、それが30代の時ですと 9.5%、 それが現在の10代ですと 16.5% ということになるんですね。髪型が細かく指導されている、このような髪型にしなさいというようないろんな指定もあります。あるいは細かな髪型を禁止するというものもありますね。例えば整髪料の禁止、あるいは2ブロック禁止、あるいは女の子だったら触覚禁止、あるいはポニーテール禁止などなど、いろいろな校則というものがあります。そうした校則がさらに厳しくなっているということがわかるんですね。他にもですね、チャイムの前に着席をする5分前行動、こうした校則は30代の私が学生だった頃は 10% しか経験していませんでした。でも今の10代というのはこのチャイム前着席 26.6% ということになってるんですね。チャイムって今から授業だよということを知らせてくれるものだから、チャイムが鳴ったら着席でいいと思うんですよ。でもチャイムの前着席ということは、おそろそろチャイム鳴りそうだなということで、時計をしばしば見なくてはいけない。たった10分間や5分間の休憩の間にパッとトイレ行って、パッと用意して、で座る。これは休み時間ではないですよね。準備時間です。そうすると子供たちというのは休む時間がない、ある種の過労状況に追い込まれてしまうわけですよね。校則が過労を助長している、こういった点も見ていかなくてはいけないと思います。それからですね、眉毛を剃ってはいけない。今はもう眉毛の手入れをするというのは一つのおしゃれの方法ですよね。髪型を整えると同じように眉毛を整える、それが私30代が経験したこの眉剃り禁止、これはですね 6.2% だったんです。今の10代が経験した割合は 26.6%、 もう何倍にもなっているんですね。それからもう一つ、下着の色が決められているという割合、これがですね30代の経験でいうと 1.4% だったわけです。それが現在の10代になるとですね 11.4% にまで跳ね上がるということになるわけですね。だいたい8倍近くにまで伸びるということになってるんですね。こうしたように昔と比べて今の方が校則がどん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 厳しくなっている。でもその厳しさによってどんないいことがあるの、そうしたことが丁寧に説明されてるかというと、説明を受けたことがなく、とにかく中学生らしくないから、高校生らしくないから、そうした理由で禁止されたという方もとても多いですね。その校則に合理的な理由はあるのか、根拠はあるのか、人々の行動に規制をかけてまで得られるメリットというのがどれぐらいなのか、丁寧に考えていくことが必要だと思います。荻部チキでした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やご評価をいただけますと幸いです。またこのチャンネルは皆様のご寄付に支えられております。ご支援ご協力よろしくお願いいたします。